数ある職業の中には一般には知られることのない謎の慣習を持つという都市伝説は多い。特に警察は都市伝説の宝庫であり、恐るべき慣習が今でも続いているという。あ、はい、山と申します。まあいろいろと刑事の仕事といってもあるんですけど、意外と地味なんですよね。まあ、特にこういう遺留品の整理なんていうのはかなり地味の極みですね。これです。これみたいですか。ああ、いいですよ、いいですよ。大丈夫です、大丈夫です。じゃあちょっとカメラ開かせてもらえますか。あ、誘拐事件があったんですよ。その捜査中にずっと自宅に送られてきたビデオテープなんですよ。うちに返してください。お願いします、お願いします、お願いします、うちに返してください。私たちは最初、身の代金要求のテープと思い見ていました。しかし結局最後まで身の代金の要求はないまま、こんな映像が毎日送られてきたんですよ。助けて、お願いします、助けて。この頃になるとご両親も見ていられなくなって、我々がテープを回収することになったんです。びっくりしました。みんなここでびっくりするんですよ。もういいですかね。はい、これですか。はい、まだ届いてますよ。まあ私はこのテープを家族が見る前に回収するのが仕事なんですよ。これですか。いやいやいや、見ない方がいいですよ。もう皮と骨だけでもうひどいもんですから。じゃあいいですかね、今日は。ありがとうございました。あの、いいです、失礼します。ありがとうございました。